皆さんこんにちは。今季オフにオプトアウト権を行使し巨人を自由契約となった中田翔選手、先日保留選手名簿から外れ12月1日に自由契約選手として公示。これで他球団との交渉が解禁となり、獲得に向けかねてから報道があった中日が2年契約で年俸3億円程度を提示する準備を進めていることが分かりました。巨人時代と変わらない年俸を提示し誠意を見せる予定の中日ですが、その一方で年俸が高すぎるのではという声も上がっています。そもそもビシエドもいるのにいるという声も上がっていますが、中田翔選手は果たして本当に中日に必要な選手なのでしょうか。そこで今回は中田選手を獲得するメリット、不安点などをご紹介していきます。かつては日本ハムを代表する4番として活躍し、勝負強い打撃でファンを魅了した中田選手、一昨年途中から巨人でプレーしており、昨年は不調の岡本選手の代わりに4番を務め、109試合出場で打率2割6分9厘、本塁打24本、68打点を記録、セリーグ初となるゴールデングラブ賞を一塁手部門で受賞するなど巨人の主力として活躍しました。そして今季は開幕前から原監督からレギュラーと明言され、その言葉通り開幕から先発出場を続けていました。主に5番打者を務め、逆転サヨナラツーラン本塁打を放つなど好調を維持しましたが、5月4日の対ヤクルト戦で2回に左翼への2塁打で出塁した際に右足を痛め、そのまま交代。試合後に都内の医療機関で右ハムストリングスの肉離れと診断され離脱してしまいます。その離脱の間に新人の門脇誠が三塁手として出場を続け、三塁手として出場していた岡本選手が一塁手として出場するパターンが定着。そのため出番が激減し、主に代打として起用されます。通算300号本塁打を達成するなど朗報もありましたが、最終的な出場数は前年より少ない92試合となり、打率2割5分5厘、15本塁打、37打点で規定打席到達は逃しす形に。シーズン終了後、新たに監督に就任した阿部慎之助監督が翌年は一塁岡本、三塁坂本、遊撃門脇という構想を掲げたため、翌年も先発出場機会を確保できない状況となり、海外 FA 権の行使を示唆。しかし行使せず、代わりに契約に盛り込まれていたオプトアウト権を行使して契約を破棄し、自由契約選手となることを選択。新天地を探すこととなりました。自由契約が決まった日から中日ドラゴンズが真っ先に動くと報じられ、立浪和義監督も勝負強い打者、打点を上げてくれる選手には魅力を感じるとラブコールを送っていました。そして先日保留選手名簿が解禁され、中田翔選手は報道通りに自由契約に。中日は即中田選手サイドに連絡を取り、本格的な交渉をスタートさせると報じられました。もともと中日は FA 宣言に備え調査を進めていましたが、巨人退団が決まり本格的な獲得調査に乗り出していました。その結果、通算303本塁打を誇る中田選手の存在は得点力不足解消を目指す上で欠かせないと判断、即交渉に乗り出すといいます。そしてその条件面には本気が現れています。中田選手は昨オフに巨人と3年契約を結びましたが、オプトアウト権を行使し来季以降の2年間の契約を破棄。中日は中田選手が破棄した残りの2年間の契約と同程度の条件でオファーする用意を進めています。2年契約で年俸は3億円程度になる見通しで、最大限の誠意で獲得への意思を見せるつもりです。出場機会を求め減俸も辞さない構えで、巨人退団を選んだ中田選手にとっても願ったり叶ったりのオファーになることでしょう。最終的には他球団の動向も踏まえて進路を決断することになりますが、ドラゴンズの本気度は間違いなく伝わるでしょう。中田選手への熱烈オファーへの背景は、
10年にわたる低迷を断ち切らねばならないという球団の思いがあるといいます。球団史上初の2年連続最下位に沈み、得点は4年連続リーグワーストとなる390、1試合平均の得点が2点台と今季は散々な状況に。とはいえ一塁にはビシエド選手がいますし、中田選手は年齢が34歳とベテラン、そんなベテラン選手に高年俸を払っていいのかと疑問視する声も出ています。果たして中田翔選手を獲得するメリットはあるのでしょうか。まず中田選手ですが、今季の成績が92試合で15本塁打、 OPS7 割6分9厘という数字を残しています。中日の選手で OPS を7割超えているのは細川選手だけ。つまり細川選手と同様の働きが期待できるというのはメリットと言えます。実際中田選手は怪我などで出場機会が少なかったため、こうした数字になってるだけで試合に出ていればもう少し成績は残せたはずです。少なくともホームランは30本近く、少なくても20本は打っていたでしょう。一方のビシエド選手は今季91試合で打率2割4分4厘、6本塁打、23打点と本来の姿ではありませんでした。球団としては年俸3億5000万円のビシエド選手の V 字回復を期待したいところですが、球団も待ったなしの状況なので、今季成績を残した中田選手に白羽の矢を立てたようですね。もし入団が叶えば一塁のポジションは被ることになりますが、チームの浮上のためには絶対的な核となる打者の補強が必要と判断したのでしょう。また中田選手は100打点超えのシーズンが5度とドラゴンズが最も欲している得点力を持ち、一塁守備も球界トップクラスでもあります。巨人退団が決まった際には、今の自分は打席に立ち続けたい、グラウンドに立ち続けたい、その気持ちでいっぱいです、そのようなチャンスをいただけるお話があればありがたいですとコメントしており、やる気十分な様子。その一方で中田翔選手獲得には不安な面も存在しています。まず打撃、走塁、守備、投球を総合的に評価して選手の貢献度を表す指標WOAでは、中田選手は今季マイナス 0.2 とマイナスを記録。マイナスの場合はチームの勝利の足を引っ張ってるということになり、総合的に見るとやや不安が残るというデータになります。それとやはり年齢もネックで、来季35歳の選手が年俸に見合った働きをしてくれるのかというのが大きな不安ポイントになっています。打撃は衰えていないでしょうし、守備もまだまだいけますが、やはり今季もあった怪我が怖く、離脱となるとチームとしては大きな損失となります。このあたりが不安材料となるでしょう。とはいえ中田選手の勝負強さは今チームに一番欲しい部分です。不安点こそあるものの、やはり獲得に動くのは得策と言えるでしょう。チームが沈んでいる今、浮上には実績ある野手の補強が必要。来季浮上に向けて中田選手を獲得できるのか、今オフ最大のミッションが始まりそうです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。